はい、皆さんこんにちは。レナです。タカです。エルキブログです。はい、ということでね、今ちょっと急遽動画を差し込んでます。インドネシアのね、バリ島にいるんだけど、はい、今本当は YouTube 上に上がってる最新の動画で言うと多分バングラデシュにいることになってるので、ちょっと時間軸が時間軸がずれてるんですけど、リアルタイムで言うと今インドネシアのバリ島にいて、今日が3月の6日でインドネシアのバリ島にいるっていうのがリアルタイム。まあなんでこの動画を撮ってるかっていうと、まあ実はね、チャンネル登録者数が1000人を超えました。ありがとうございます。いつもね、ご視聴いただいてる皆さん本当にありがとうございます。1週間ぐらい前に1000人を超えて、今多分1100人ちょっとなので、徐々に見てくださる方が増えていってるっていうような状況です。はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。まあこのタイミングで、今までいろいろ YouTube のコメントとか、あと SNS のDM とかでいろいろいただいてたコメントが、まあ、いっぱいあって、でその中でちょっとピックアップして、いくつかね、このタイミングでちょっと答えていけたらなって思って動画を撮ってます。なのでちょっと携帯見ながらいきますね。まず一つ目は、そもそもお前ら何問題っていう質問がまず一番多いっす。そうだね、どこでも自己紹介とかも入れてないから、そう、今までやな、あのビデオアップして友達とか家族が見てるかなと思ってたから、そう、最初はもう自己紹介必要じゃなかったよ。本当にね、家族と親しい友達と元の昔いた会社の同期ぐらいしか見てくれてなかったので、もう自己紹介する必要もなかったんだけど、このタイミングでいい機会なので、ちょっと自己紹介をしたいと思います。はい、レナです。タカです。LT ブログです。まあこれはわかりますよ。いつも言ってるので、まあ、レナとタカです。で、年は？私は26歳です。で、僕がね、27歳。1992年の1月生まれと、1992年の4月生まれ。はい。なのでまあ、生まれた年は一緒です。で、何者だっていう話で言うと、どっから話そっか。そもそも僕らがどうやって知り合ったのか、僕ら2015年に新卒で東京の、まあ、コンサルティングファームに入社してます、はい、でそこで日本所属で入社したのと、ドイツ所属で、まあドイツで入社したけど、すぐに日本に行って研修受けに行ったから、そう、まあその時に研修は一緒だったから、そうだね、そこで出会いました。実は海外で付き始めて、新人研修の中で海外の研修があって、マレーシアに行った。1週間ぐらいのマレーシア海外研修があって、まあ、いろんな国の支社で、その年に入った新入社員の人がマレーシアに集まってきて、みんなで、グローバル研修をするっていうのがあったんだよね、イベントが。で、夜に今、毎日パーティーみたいな。そう、マジで、もう本当毎日テキーラパーティーだったね。テキーラパーティー。テキーラパーティーの中で、まあ付き合い始めたみたいな。そう、で、まあ2015年にそれが新入社員研修で付き合い始めました。今は2018年、9年か、9年なので、もう付き合ってほぼ4年、4年ぐらいかなになる感じです。そう、で、もともとドイツ所属でコンサルティングファーム入社してるんだけど、何が起きたんだっけ、なんでまだ日本にいるんだっけ。今は日本にいないけど、もともと日本に1年間日本に行ってドイツに帰る予定だったけど、途中にドイツ支社がなくなってで、まあ、あなたは2つのオプションがあるって言われて、ドイツに帰るか日本に残るかどっちがいいのって言われたら、ああ、じゃあ日本に戻るよって言って、それで3年間日本で、そうだね、東京の、日本の企業で、東京の丸の内、日本人みたいな、まあ、残業もいっぱいして、レナはしてないか、してない、まあ、コンサルティング業界、コンサルティング会社ってめちゃめちゃ、まあ、残業するイメージ多分あると思うんですけど、まあ、僕は実際かなり残業してたし、めちゃめちゃ働いてました。ただレナはそうでもない。まあそこはね、ドイツ人っていうね、特権を使ってきっぱりとね、6時に帰るっていうのをやってましたね。多分まあマインドセットが違うかな。まあそうだね、プライベートが大事ということと、うん、仕事のために生きたくないということは私はすごく強く思っているから。そうですね、はい、だからちょっと日本人の、まあ、仕事に対する考え方とドイツ人の仕事に対する考え方がちょっと違うっていう感じです。で、まあ実際東京の丸の内に本社がある日系コンサルティングファームなんですけど、まあ、名前は言わない方がいいよね、はい、まあ、前職の会社に、まあ、こんな2人変なやつがいるっていう
まあ、迷惑かかるので、まあ、名前は会社の名前はここでは言わないですけど、まあ、東京でコンサルティングの仕事をしてました。はい、そこで出会いました。はい、それが2人のまず 何者かっていうね。はい、それ以外に何か知りたいなら聞いてください。で、そうだ、3年間働いて仕事を今は辞めてます。はい、もうニートです。そう、なので、まあ、世界一周しながら実は今ニートで3年間働いた時に貯めたお金を使って今世界一周をしてるっていう状況です。はい、はい、で、次の質問がなんで世界一周してるんですかっていうのが、まあ、次に多い質問です。はい、いい質問です。なんでやってんだろうね。なんでだろう、やってますね。行きたかったからです。世界一周したかったからはい、日本から出たかったからです。あ、日本嫌いだっけ。いや、嫌い。好きでしょ。日本は大好きだけど、なんか日本以外もなんか見たいなと思ってきた。まあ、そうだよね。強く強く思ってきて、しかも若いうちに見たかったよね。そう、若いうちにお金と時間さえあればどこにも行けるから、うん、今行かないと後で行けなくなっちゃう可能性があるでしょ。そう、今まさに言ったのがポイントで、今行かないと行けなくなっちゃうっていうのが2人で共通してた思いなんでね。まあ、このあと、まあ、子供が生まれたり、まあ、何が起こるか分かんないけど、まあまあ、仮に子供が生まれたら世界一周なんて多分できないし、そうなると、まあ、子供が独立して自分も会社がリタイアした60歳とか65歳とか定年退職後になっちゃうなって思って、だったらもう今しかないっしょって感じで一歩踏み出したって感じですね。で、世界一周を始めたって感じ。まあ、世界に興味が2人とも持って、タカもその前一回ヨーロッパ一周したし、うん、私もちょこちょこいろんな国を見に行ったし、まあ、ゴールデンウィークとかも2人でタイとかベトナムとかに、まあ、毎年行ってたね、仕事してる時も。でもそれ全然足りないという気持ちがあって、うん、一気にいろんな国に行きましょうみたいな。まあ、そうだね、なんかもうこのタイミングでもう1年間自由な時間作って、もういろんな世界を見て、まあ、いろんな人と喋ってっていうのがやりたいなって思ったからですね。あともう一個の理由は、うん、そのコンサルの仕事は続けたくないなと思って、まあ、その世界一周する間に違う道が現れるのかなと思ってて、まあ、ちょっと1年間考える時間を作った。まあ、特に僕なんかは本当にめちゃめちゃ働いてたので、まあ、仕事はもちろん楽しかったし、やりがいもあるし、仕事の仲間も素晴らしい人が多かったしっていうことで、仕事に関しては満足はしてたんだけど、なんか将来を考える時間とかっていうのは、まあ、ほぼほぼなかったって言っても過言ではないので、まあ、このタイミングでゆっくり時間取って、本当に自分がやりたいことって何なのかっていうのをちょっと考える時間を作りたいなって思ったのも理由の一つだね。で、まあ、僕個人的に言うと、まあ、やりたいことはないんですよ。それはめっちゃ悲しいでしょ。そう、めっちゃ悲しいことなんだけど短期的にやりたいことはもちろんいろいろあって、まあ、英語がもっと上手に喋れるようになりたいとか、あとはドイツ語も喋れるようになりたいし、サラリーマンじゃなく起業したいとか、なんか短期的にはなんかいろいろなやりたいことがあって、まあ頭の中はすごい忙しい状況なんだけどただ長期的なスパンで自分の人生をかけて何がやりたいかっていうと、本当に何もなくて、まあ、個人的にね、やりたいことがない人だから、なんか周りにやりたいことがあって、なんか毎日ワクワクして生きてる人がすごいかっこいいなと思ってて、でもちろんさ、なんだろう、なんか会社に入って給料もらって、そのお金で友達と、まあ、うまい酒飲んで、まあ、彼女とうまい飯食いに行って、でも もちろんこれも十分幸せなんだけど、なんかこの同じようなね、ルーティーンが僕の場合、この新卒入って会社で3年間続いて、なんかあっという間に3年間経っちゃったんだよね。時が一瞬で過ぎるかのように3年間経って、ってなると、まあこれがね、5年すぐ経って10年すぐ経って、家買って会社でのポジションが上がって出世して偉い立場になって30年経っちゃって定年退職してっていうのが自分の頭の中で想像できちゃってで、なんか想像できた瞬間になんかすげえつまんなくなっちゃって、で、そうつまんなくなっちゃったから、だからまあこのままね、プラス3年日本で働くよりも、まあ、1年間世界一周した方が自分のためになるんじゃないかなと思って世界一周してます。はい、次の質問に移りましょう今ね、急遽取ろうと思ったから全然頭も整理してないんですよね、すいません。次は、まあ、世界一周の費用ってどれぐらいかかるんですかっていう質問もかなり多いです。旅のスタイルとかにもよるので、まあ、一概にはこれぐらいかかりますっていうのは言えないんだけど、まあ、僕らのケースは紹介できるので、まあ、それをお伝えすると、1人、
300万円ずつで1年間世界一周をしてます。なので2人で600万円かなを1年かけて使って世界一周をしてるって感じで、これは多いと思います。他の人がもっともっと少なくお金を使って世界一周している。で何が違うかというと、まあ、そういうもっとお金がない人ならテントに泊まったり、うん、まあ、いつもドーミトリーとかに泊まったりして、野宿とかね、あとはまあ一番安い食べ物しか食べないとか、そういう世界一周もできるけど、私たちは、まあ、プライベートルームもたまには欲しいし、まあ、あとは世界一周せっかく行ってるんだから、その土地その土地で美味しいものも食べたいしって形で、まあ、一番でもお金かかるのがその宿と食べ物なんだよね。世界一周しててお金がかかる、ここをどれだけ削れるかで、まあ、もちろんね世界一周1年間で100万円で行けましたっていう人もいるし、まあ、僕らみたいにお互いで2人で600万円かけて世界一周してるっていう人もいるので、まあどんな世界一周をしたいかっていうのにもよると思います。はい、で私たち、まあ、ヴィクトリアフォールズのデビルズプールに入ったり、アクティビティにめちゃくちゃお金をこう、うん、ドーンって使っちゃうから、そうだね、あとアフリカのねサファリツアーとかね、そうそうそう、ああいうなんかお金がかかることもやりたい、やりたいよね。せっかく1年間自由な時間作ってるので、なんかそこであんまりケチケチしたくないなって思いがあって、まあ旅の費用に関しては300万円ずつです。で世界一周をしてます。はい、次パッパパッパ行かないと。今何分、もうめちゃもう10分、喋りすぎだな。はい、一旦この動画はこれで終わる。でなんかね他にもねいろいろ質問はありがたいことに来ていて、旅系に関する質問でなんかどんな予約サイト使ってますかとか、旅中に気をつけてることありますかとか、あと荷物紹介してくださいとか、まあ、いろんな質問があるので、ちょっと動画分けてね、いつもアップしてる旅系の動画プラス今後はなんかそういう質問に答えるような動画も出していきたいと思います。ので質問があればこの動画の下に、ね、書いてください。でまた溜まってきたら、今日全然答えられなかったけど、まあ、溜まってきたらそれ一気にドーンって答える動画も作ろうと思います。であともうちょっと考えてるのは、まあ、やりたいことがいっぱいあって、とせっかくねドイツ人と日本人の国際カップルなので、国際カップルネタ、例えば国際カップルのいいところとか悪いところとか、レナがドイツ人なのでドイツ人から見た日本のいいところ悪いところとか、なんかそういうような動画も撮っていきたいなと思ってて、まあ、ただね、まあ、世界一周してその旅系の動画も作りつつ、いろんな動画も作りつつってやってると、まあ、時間を見つけつついろんな動画をね今後アップしていきたいなと思ってます。まあね、この後も継続してね旅系の動画はアップしていきます。でプラスしてって感じで、いろんなコンテンツもちょっとアップしたいなって思ってるので、まあ、今後ともねぜひともぜひともよろしくお願いします。はい、ってな感じで、もう長くなってきたので今日はねこの辺で終わります。でまたまあ次の動画はねまたバングラデシュの動画になるので、でずっと行くとまたバリの動画がねどっかで差し込まれてくるから、時間軸のね通りに、なのでまあ楽しみにしていてください。はい、なんか言ったことあります最後。これが楽しいなと思った方はいいなと思ってください。そうだ、でちょっと一個言い忘れたことがあって、はい、どうぞ。リアルタイムで旅してる状況と YouTube にアップしてる動画ってちょっと時間軸があるんですね。やっぱり編集して動画アップしてとかやってると、まあだいたい2週間ぐらいは時間軸が空いちゃうので、僕らがリアルタイムで何をしてるかっていうのはインスタをやってるので、インスタをフォローしていただければ僕らが今この瞬間に何やってるかっていうのは分かるので、まあその日に何をやってるか分かる。そうなので YouTube と、あとはもしねリアルタイムでこいつは何してんだろうなっていう気になる方がもしいれば、インスタもねちょっと、フォローしてみてください。てなわけでさよなら。立っていってこうやっていつも命令されてますさよなら、バイバイ。